近本選手はもちろん、阪神の天性プロ近本浩二選手です。見ていきたいと思います。いくぞ。いよいしょ、300超えてます。そう、300超えました。開幕当初282、まあ、それでも十分高いんですが、そこからやはりね、1年通して、アップデート強化されて310まで上がってきたということになります。ちなみに、似たような選手で言うと、あの石井拓郎さんが328なので、もはやそれに近いんですよね。で、特能の数もまあそんなに変わらないので、個人的には星999を狙える逸材だと思っています。まあ、当然運は絡んでしまうんですけれども、まあ、200超えこそね、佐藤と近本だけではありましたが、その星の数以上にね、特殊能力など強力な選手がかなりたくさん集まってくれた。まあ、そうじゃない選手もね、こうバランスよく打ち気だったりとか。さあ、ということで、こんな黄金世代と共にやっていきたいと思います。